皆さんこんばんは、客様の秀樹です。今日もこの番組をご覧いただきましてありがとうございます。ちょっと今日は違うアングルで、はい、撮ってみようかと思っておりますけど、はい、今日もいい天気でございます。風が強くてね、ビュー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 なってるんで、もしかしたら風の音が入るかもしれません。で今日は、はい、Kindle の本をご紹介しようと思います。あ、コロコロ変わりますね。さすが Kindle。 よいしょ。日の丸あげてという新谷先生の、はい、漫画ですね。うん、これだと映っちゃいますね。はいはい。うん、改善点いっぱいあるだろう。これはもともと、はい、コミックバーズという番組で、漫画で雑誌でですね、はい、連載された漫画ですね。1999年から2001年にかけて全15話。コミックスは2巻。この、今僕が持ってます、Kindle では1巻になってますね。はい。幻冬舎さんから出てた、漫画なんですけど。まあ、新谷、ほぼ SF 飛行機漫画という感じで、はい、かなりぶっ飛んだ感じですけど、もともとですね、日本人の少年がアメリカに行って、たまたま出会った、V1 レースというですね、もともとはリノエアレースというですね、対戦機を使ってビューンスピードを競うっていうレースありますね。あとそれから、対戦機は使ってませんけど、はい、レッドブルでレースをやってると、レースをやってると思うんですけど。まあ、原型は多分リノのエアレースですね。あそこは対戦機改造した飛行機いっぱいありますので、アンリミテッドプラスっていうところでですね。はい。それを、モディファイした、はい。スピードを競いつつ、途中で空戦時間があって、空戦成績も入れて、最終的に、総合成績を競うっていうですね。まあ、これはまた無茶苦茶な多天候な、はい、設定の、レースに彼が出て、成長して、上位を目指して頑張っていくっていう、はい、漫画でございます。まあ、何よりも、まあ、本当にね、もういろんな飛行機をもう縦横無尽に描きまくるというそういうね、漫画。うん、この頃はまあやっぱりまだね、新谷先生2000年前ぐらいですから、2000年前後ですから、まだまだパワーがあってですね、書かない、書き込みいっぱいあるし、コマもすんごいいっぱい、あってですね、はい、いろんなことを書いて挑戦されている感じがすごくあります。まあ、いろんな飛行機書きたかったんだな。プロペラ機書きたかったんだな。もともとこの方は松本零士さんのアシスタント、チーフアシスタントだったかな、始まって。でも、当時少女漫画を描きたかった方なんです。まあ、だからね、こういう女の子とかね、目キラキラ。で、奥様は佐伯坂与乃さんっていう少女漫画家であります、ね。結構合作とかされてる。内緒で合作とかね。まあ、この間も話しましたけど、エリア88の、キャラクターの一人は、ジュリオラっていうですね、悪役の、恋人役は奥様が書かれたという有名なエピソードがあるんですけど、そういったものとメカロマンを合わせていくというですね、はい、松本零士たす少女漫画に新谷テイストを入れたら新谷漫画、当たり前ですね、はい、になっていくと。で、まだまだ、ね、パワーがある頃、去年かな、70歳でも絶筆宣言をされていると思うんですけど、そのやっぱりね、漫画多分大変ですから、パワーはいるんですよね、職にね、連載はね。なので、でもそんないろんな、まだまだパワーを一生懸命かけながら書いてる頃ですし、やっぱね、新谷先生飛行機大好き。なんかすごい伝わってくるので、いろんな飛行機を書かれているっていうところ、うん。やっぱここら辺のね、うん、書き込みとかね、うん、すごい頑張ってらっしゃって、そういうパワーがまだ残ってる。はい。設定はまあ、途中で空中戦とかね、ほっほーって感じですけど、でも、やっぱりね、漫画で縦横無尽に飛行機を飛ばす。ただ普通に周回レースだけでは、もう、ストーリーにならないから。何か入れなきゃいけない。うん。そういった中で、とにかく飛行機漫画を描き続けてくださった新谷薫先生の存在というのはですね、日本飛行機マニア界にもう尋常ならぬ、はい、影響、良い影響を与えてくれたと思ってますので、はい。こういうふうにね、いろいろ作品を書いてくれたことに感謝をしつつ、Kindle でまだ読めますから、見てくださいね、というお話でございました。はい。今日はさっと終わりますが、はい。こんな感じで、対戦機ファン、それから飛行機ファンの皆さん、ぜひ Kindle で簡単に手に入る作品でございますので、ぜひ一回読んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ、レディー、ナウ。